今回やってきたのは、育毛専門サロンのバイオテックです。無料体験の言葉に惹かれて恐る恐る体験してきました。はい、エルカチャンネルのショーです。前回ですね、バイオテックという会社に行ってきました。そちらは前回を見てもらった方はもう分かってると思うんですけど、髪の毛のですね、会社でした。で、そちらの無料体験をしてきまして、お土産にですね、1週間分のシャンプー、コンディショナー、こちらをもらってきました。そしてお薬ももらってきました。髪の洗い方とかですね、いろいろ教えてもらっているので、今日からですね、1週間髪の毛洗って、そしてその薬をつけてるところを撮っていこうかなと思います。エルカチャンネル。そしたらですね、今から洗っていくんですけど、今の現状どんな感じか髪の毛見てください。前髪がこんな感じですね、長さが。で、言われたのが、額にこうやってシワができるじゃないですか。このシワができてるところまでがおでこらしいです。じゃあ俺のこっから上はハゲてるのかって話ですよね。指2本ぐらいだそうです。そして頭頂部映ってるのかな、どんな感じですかね。後でちょっと俺も見ますけど、こんな感じです。エルカチャンネル。頭を洗うんですけど、シャンプーで洗うっていうよりかは、お湯で流しながら、まずこう落とせるものを落とすっていうのが6割ぐらいだそうです。で、残りの4割がこのシャンプーで洗うみたいな。なので最初のこのお湯で頭をすすいだりするのがとっても大事らしいです。だいたいこんな感じ。頭をお湯で流したので、シャンプーをしていきたいと思います。さあ、シャンプーを流したので、トリートメントを塗っていきたいと思います。
よいしょ。はい、シャンプーとトリートメントが終わりました。ここからが今回の一番大事なところかな。エルカチャンネル。薬を塗っていくんですけど、こちらにですね、小分けしてから毎回使っていきます。で、メモリが売ってあるんですけど、毎回 5cc だそうです。よし、こんなもんかな。そしたら薬の準備は OK で、この薬がですね、つける場所っていうのがあるらしくて、こめかみから下の方は使わないらしいです。というのも、こめかみから上だけが剥げるらしいです。こめかみから下は剥げないって言われました。サザエさんに出てくる波平さんの頭を想像してもらったらわかるんじゃないかって言われて、なるほどねと。なのでですね、ヘアバンドを持っている方はですね、それを使った方が楽だと思うんですけど、今ちょっとうちなかったので、まあちょっとこんな感じでタオルを巻いてもらって、でこの薬を塗っていきます。真ん中から塗っていくそうです。後ろのタオルの結び目まで塗っていって、1センチほどずらしてこうやって塗っていく。で、塗ったらまた1センチずらして塗っていく、塗っていく、塗っていく、塗っていくみたいな。で、終わったら反対こっちに同じように後ろのタオルのところまで塗っていく、1センチずらして塗っていく。で、この 5cc を全部使ってくださいと。なので1センチずらしてっていうのが多分無理だと思うので、だいたい感覚でいいと思います。よし、終わりですね。エルカチャンネル。さあ、これでですね、あとはドライヤーで乾かしていくんですけど、あそこのバイオテックの会社はですよ、パーマとか当てた時に上からこうかぶせる機械があるじゃないですか。あれで10分ぐらい髪に当ててからドライヤーで最後やったんですけど、その当てる機械がないじゃないですか。なんでもうしょうがないからドライヤーだけでいきたいと思います。はい、じゃあこれをですね、1週間続けていきたいと思います。エルカチャンネル。はい、2日目です。じゃあ早速薬を塗っていきたいと思います。じゃあ真ん中からセンチ開けて、反対も薬をつけていきたいと思います。はい、塗っていきます。真ん中から始まって後ろまで。
よし、OK。エルカチャンネル。はい、じゃあ癖に塗っていきたいと思います。よし、終わり。誠実を。はい、ということで町にやってきました。それじゃあですね、行って検査結果を聞いてみたいと思います。この間行った時に抜けた本数聞いたんですけども、その時で結構ダメージ来てますんで、検査結果どんな風に言われるんでしょうか。ドキドキです。さあ戻ってきました。検査結果聞いてきましたよ。やっぱり抜け毛が多いと簡単に言っちゃうとですね、言われました。ただまだ改善はできるので、やっていくんであれば話を進めていきませんかみたいに言われたんですけど、無理やり入らせようっていう感じではなかったです。エルカチャンネルということで、今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。